環状通り、エルムトンネルは、北海道札幌市の都市計画道路環状通の道路トンネルである。北海道大学札幌キャンパスの地下を通る。北大キャンパスを横断する道路は1936年に、競馬場北通として計画され、1957年の札幌総合都市計画を経て1965年に、この区間を含む環状通の都市計画が定められた。 環状通りは1967年より順次整備が進められたが、北大キャンパス部分は長期にわたり未着工となっていた。1981年より札幌市と北海道大学との間で協議が行われ、1996年に地下式とすることが決定した。1997年4月15日に事業認可が下り、同年より本体工事に着手。 2001年7月19日に本トンネルを含む1070メートルの区間が開通し、環状を通が全通した。キャンパスにはニレの木が実生し、エルムの森と呼ばれていることから、これにちなみ、環状通りエルムトンネルと命名された。トンネル全長は730メートル。改作工法で建設され、幅31メートル、高さ8メートルの三連ボックス構造の 内中央部を排気抱くと、両側を内回り外回り拡散車線の車両通行帯と点検路とした。周辺の環境保全のため集中換気方式が採用され、内径 3350mm の排風機4台を使用し、囚人装置を通した排気を地上 15m の換気塔から上空へ希釈拡散し、高方から排気ガスが出ないよう配慮がなされている。 高校のスロープ部には凍結対策のロードヒーティングと騒音対策の車音壁が整備され、トンネル内はラジオ再送信設備が運用されている。トンネルは自動車専用で、その治療部には歩行者、自転車が通行可能な遊歩道が整備された。将来計画交通量は42,300台を見込み、2002年7月の1日あたりの 平均交通量は36,416台であった。本堂の開通により、北大キャンパス北側の宮の森北24条通りの2001年度の1日、平均交通量は対1996年比で20%減少。南側の北8条通りは同6%減少した。ありがとうございます。